こんにちは、アイラです。前回チョコレート屋さんを作っていったわけなんですけれども、今回はこちらにパンプキンパイのお店を作っていきたいと思います。まずこの家が邪魔なので壊します。はい、壊せました。そしたら広さはあらかじめ決めといたのでこんな感じです。で、今回は柱にアカシアの木材を使っていきます。木材じゃなくて丸太だね。3、4、あ、入り口ないか。はい、柱を入れ終わりました。そしたら壁をテラコッタ、黄色いやつで作っていきます。こっちのチョコレート屋さんよりちょっと幅が広めなのでこんな感じにして、ほい。で、ガラスをオレンジ色にします。黄色とオレンジで外観を作っていきます。よし、こんな感じで。そしたら屋根作っていきます。屋根もアカシアで作ろうかな。あ、落ちちゃう。難しい、足場の使い方が難しい。よいしょ。こんな感じで屋根ができました。入り口の屋根。そしたらこっち側の屋根もつけていこう。で、こうと。痛い。屋根こんな感じにします。チョコレート屋さんと一緒ですね。痛い。あ、はい。よーし、できたー。こんな感じにしよう。もう一歩下かな。いいね。よし、反対側もできました。ここに柵をつけて、ほとんどね、もうチョコレート屋さんと同じ作りになっちゃうけど、こんな感じにして、でかっ。あれ、これじゃない、これじゃない。でかすぎない？こんな感じにしよう。ちょっと玄関めっちゃ出ちゃったけど。こんな感じにしたいと思います。アンスリウムを植えました。固形ブロックで、ジャングルのトラップドア、よいしょ。で、上にアンスリウム、紫だからいい感じ。
そして骨粉で草を生やして、かぼちゃ、はい、こんな感じにします。床を張っていきます。カウンターを作っていきます。はい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 、あれなくなっちゃった。よしできたなんか雑だけどこれでいいや。こんな模様を入れときます。そして暗いからランタンを吊るして、3つぐらい吊る、そっか、2、ここはちっちゃく、この辺、はい、こんな感じ。そして店員さんをここら辺に置きたいから、真ん中辺にかまどを並べて、並べすぎ、すごい威圧感あるね。端っこにしよう。で、真ん中作業台置いて、かぼちゃの上に座らせようかな。絵画を飾りたいんですが、そっか、2×2になっちゃう。ここに置いたら、あ、違う、ここ、あ、こんな感じでどう？でかっ、あ、でかくてもいいかな。はい、こんな感じにします。ちょっと上の方に植木鉢置いて、キノコにしようかわいい、このキノコで、この辺に置いて、よし、こんな感じになりました。内装、あ、ドアつけなきゃ。マングローブのドアにします。上めっちゃ開いてるチョコレート屋さんにちょっと何してんの、チョコレート屋さんに、あ、猫ちゃんがいない、あれあれ、あ、下に追いやられてる、ゴディバとショコラがもうやめてよ。で、トラップドアここに設置してみよう。こうしよっかな。あ、できる。砂糖と卵とかぼちゃでパンプキンパイ。これを作ります。ここに、以上。かわいい。で、ここに1、2、3って置いて、文字薄っ。パンプキンパイ1ピース。パンプキンパイのハーフサイズで、これがパンプキンパイのホール、ワンホール。よし、じゃあ猫ちゃんで連れてこよう、店員さんを。暗いね、夜だ。失礼します。はい、猫ちゃんたちはこの子たちです。この子がジャック、で、こっちの子が、はい、お、ラン。ちょっとターンがいないんだけどね。よし。そう。座って。はい、座って。よし。で、ジャック、ここ。ちょっとめっちゃ追いやっちゃった。ジャック。お、ランはあっちですよ。
よし。よっしゃ。ジャックとオランのお店でーす。テーブルとか置く？ここかな？くっついちゃうね、壁に。こっちにしようか。で、これを置いて、で、椅子。こんな？こんな感じ？よし、できた。めっちゃオレンジになっちゃうけど。これでいいんじゃないかな。よし、できた。ここ上どうしよう。いや、ちょっとずれてるけど、まあいいか。いい感じじゃない？胞子の花を上に置きました。待ってる、すごい待ってる。なんかこのスペースにかぼちゃを育てたいと思います。この辺とかで種をさっさと植える。よし、お庭はこんな感じになりました。はい、こんな感じでパンプキンパイのお店完成です。外観はこんな感じで、ジャックオランタンいっぱいつけて、入り口入るとこんな感じになっております。机があって、ここにカウンターがあって、で店員さんがオラン&ジャック。はい、というわけで今回はパンプキンパイのお店作りでした。次回はこのケーキ屋さんの反対側、こっち側に、ケーキ屋さんじゃないや、チョコレート屋さんの反対側にケーキ屋さんを作りたいと思います。それではまたねー。